番号札書いてあるので。こちら7番。7番ですので、中野選手タオル。これか。こちらですね。やった。おめでとうございます。ありがとうございます。あ、多分そうです。おありがとう。ありがとうございます。おめでとうございます。やった。大当たりだ。やった。当たったね。おめでとう。やった。大当たりだ。おいお前ら今日はおはようございます。おはようございます。おはようございます。今日は何の日だ。ファンカンの日です。元気よく言えよこれ。ファンカンの日です。はい、そうだ、今日はサガン鳥栖のファン感謝の日だ。楽しみか、マシ。楽しみです。ああ、そうかそうかそうか。グッさん、今日は誰見に来た。今日は OB の選手を見に来ました。おお、そうか。はい、兄貴、おう、もう飲んどるとか。もうヘロヘロです。皆さんどうもおはようございます。おはようございます。あ、楽しみですね。楽しみすぎるねえ、うん、こんながっつりあるのって久しぶりですか、ファン感謝って。いや、ファン感その OB マッチも前やってるけど、うんうん、その今回のメンバーというか、うんうん、そこまでなんかヒットが揃うっていうのは初めて、ね、初めてです。そうよね、初めてです。で、デフリーになんと豊田洋平が帰ってくるっていうね。なんか選手よ。まあ選手がね。PK ぐらい嫌いじゃないかなと思ってるけど、ね。ちょっとしてやろ、うんうん、なんかこう、ほら、何も言わずに出てたけ、ひょっとしたらこう挨拶があるのかなと俺ちょっと思ってんやけど、ないかな。でももうね、金沢の選手としてやってるんで、そうね、やっぱりね、そこはただね、帰ってきてくれる、要はこういう多分ドリームスからオファーがある中で、そのもちろん嫌だったらね、受けない、そうね、関係だから、そういう意味ではやっぱ一緒にね、気持ちを持ってくれてるのはすごく嬉しいな。今回集まってくれたメンバーは、はい、ね、もちろん来れなかった人もいると思うけど、すごいありがたいなと思いますよね。ですね、本当ありがとうございますですよ。で、また OB のね、選手たちがみんな出るやん。出る、コバテルさんとか。ああ、コバテルさん出るね。そうそうたるメンバーよ。すごいね、うん、本当楽しみ。イガキンジュニアのスクールのコーチも出らっしゃるわけよ。ああ、誰？明石コーチと、あの、高知さん。ああ、そっか、高知さん、うん、そう、ホワイトやった、チームホワイトやった。楽しみやなと思って。はい、今日なんかサイン色紙がもらえるらしいですよ。入場者みんなに。あ、本当にすごい。いや、でもね、うん、それよりかもっとすごいやつがおるみたいな。誰？この中に。どうした？この中に。どうした？あれ、今日どこの席で見る？俺は、まあ、メインスタートの理解 SS だけど。俺も SS。おお、SS。グさんも。あれ、監督どこで見るの？ピッチサイド5万5000円。おー、すごいやんね。よか月謝も払ってきたやんね。拍手もっとらす。コロナの還付金全部消えました。あー、なるほど。あんま痛い感かな。いや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 、いいやんね。わー、じゃあちょっとピッチ内のね、撮影もできたらね。そうそうそう、まあ撮れる範囲は撮ってきます。うん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 、はい、じゃあそれぞれの席で今日は皆さん、はい、じゃあなんかイベントは誰か当たった人おると。俺外れた。いや、なんか、うん、タオル、タオマフ当たったとか言って。いやいや、違う違う、そういうんじゃなくて、ほらあの、ささやきとか、PK とか、うん、あー、いや、結局間に合わかった。まあ、おじさん組や、あんま応募せんかな。女の子とか子供ささやかれ。そうね、ささやかれでもね。その気になられても困る。そうそう、あの、ドリームさん、来年はあの、ね、サガンティーナの方々にささやきのね、あれを違う、あの趣旨になってる。あ、そうか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 、失礼しました。はい、よっしゃ、じゃあそろそろ始まるんで、はい、我々も行きますか。じゃあ、お前ら元気よくサガントゥースをして終わろうかな。よし、今日はファン感謝楽しむぞ。サガントゥース元気の愛は。もう一回サガントゥース。よし、行こう。はい、マーさん。はい。はい、これな、巨大ガラガラ開催中、1回1000円。はい。何回？
10回10回55回。あのね、なんかサイン入りのサッカーボールまだあるよ。あ、マジで？マジマジマジ。まあ、それは俺の名前や。うん、もう出すまでやろうよ。頼んどきますね。おーい。マジ頑張れ。金を出せ、金。おお、なんか出たやん。これ何？ボール？黄色は？金を出せ。おお、三色揃えたね。まさかのサイン入りボール？あ、そこは中に書いてあるんや。それと、あ、サイン入り色紙。誰す誰す誰す？福井さん。モリヤ。モリヤか。いえ、ちょっと見せてください。はい。はーい。おめでとうございます。ボールは残念。めちゃくちゃクールでかっこいいけど、家で奥さんのことちゃんづけで呼んでるよ。かわいいと思います。バンカン楽しんでいきましょう。ありがとうございました。せっかく練習前の準備したけど、体カッチカチになって、で、思いっきりきつい練習して、翌朝来て、ミーティングして、ユウさん喋って、イコーさん喋って、体カッチカチの状態で。そうなんですよ。あの時ね、二頭体制で、ちょっとこう、ユウさんとダブルでね、話したから長かったんだよね。はい、いやー、僕は長く感じなかったですけどね。僕も今そう思っていたくせに
jiggle jiggle dip bob. I like to see you wiggle wiggle for sure. Makes me wanna dribble dribble. You know, riding in my beard. You really have to see it. 6 feet two in a tall hat. No slack. Like to let the seats go back and put a mat to relax in my mind. Sipping some red, red wine.到底やけどね、昨日がちょっとあのままバタバタ、ね、忘年会ということで、はい、ちょっと別日で、感想と思って撮ってますけれども、はい、面白かったね、結果的にね、2-2で、まあまあ本当になんかまあ良くも悪くも集大成的なところというか、もう見れたし、そのね、まあ試合としても、面白かったじゃないかなと思いますよ。面白かったですよ。俺 2-0 になった時ぶっちゃけ負けたぞ。よかった、早いと思わなかったね。もうもう飲み会今日始めるかなとか思ったけどさ、ずっと言い訳考えた俺。何言おうかなって。開始2分半よ、1点分。あ、そうです。けどね、もうサッカーのね、はい、象徴が含まれとると思った俺、1点目よ、はい、やっぱ相手のミスでね、やっぱほら
しっかり宮代が決めて、うん、でそこからサンフレッチェさんは崩れたよ、やっぱ崩れたね、崩れたね、やっぱサッカーってね、やっぱあのミスに、ね、そうね、ミスでもう一気に流れが変わるっていう、うん、サッカーの面白さが最後に見れたなと思った。監督どうやった？いやもう楽しかったよ、うん、もう楽しくて楽しくて、うんね、逆転はできると思ったけど、うんうんうん、まあ、でも本当はね、もういい試合見せてもらったなってすごく楽しかった、うん、はい、2点目のヘッドかっこよかったね、うん、気持ちよかった、コーナーからの、ね、うん、セットプレーなかなか見れんかなと思えたけどね、セット得点ジェイコが一回そらしたいんよね。そう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 、あ、そうやった、ニアの方で、そうそうそう、で、ごちゃごちゃっとなってバッと詰めた。はぁ、なるほどね、俺ヘディングでそのまま入ってったのか、困った時のファン速攻や、ほんとよね。いや、俺藤田が何日かそのまま決めたんかと思った。あ、そうだから最初、うん、あの、ね、触ったのかなと思ってたけど、ボールだからだったら ね、頭でこうしたのって言ったのかなと思って、ね、なんか、でも本当ね、ナイスゴール、そう。まあでも本当ね、オープニングでもマーシーが言ったようにさ、はい、なんちゅうかいな、来年につながるね、そうサッカー見れたんじゃないかなと思うけど、ね、うん、いやだって今年ほら前半戦とか、うん、まあ先に失点するともそこから崩れる試合って多かった中で、やっぱり今日もね、先に失点するのはいいことではないにしても、うん、まあ追いつく、うん、その諦めずに勝とうという、うん、のがすごい見える試合でもあって、そういうのがまたそのままね、来年につながっていけばもっといいチームになるかなと思いますね。本当そうですよ、本当そう。まあでもね、監督よ、はい、残念ながら降格するチームもそうね、決まってしまいました。そうね、我々が仲良くさせてもらってる2チームが、まさかの J2 行くっていうね、とんでもないことが起きてしまいましたけれども、うん、まあ本当厳しいリーグで我々はね、毎年やってるんだと、だから12年目来年迎えるけど、うん、自信を持ってね、うん、そこはね本当素晴らしいことだと思うので、うん、また勝ち点0からね積み上げていけるようにまた頑張れればなと思います、うん、そうですね、うん、はい、で最後兄貴、はい、今年のサガン鳥栖の、はい、まあ見て、はい、感想をお願いしますよ、今年の感想、うんうん、いやもう昨日もね、昨日もやないか、うん、スタートの時も言ったけど大丈夫よ、別にいいよいいよ、全然別日で撮ってるっていうそうやね、うん、うん、いや、前半戦からの本当あのね、引き分けの積み重ねとか、うんうん、まあ、勝ち、そこが最後の最後までやっぱ残る秘訣になったのかなっていうのはあって、うん、やっぱね、負けないこと、うん、がいかに大事かと、うん、うん、これは来年にも本当につながる今日の試合だったかなと、そうですね、すれば、はい、うん、もう来年本当楽しみで仕方がないと、なるべくね、今年の選手がそのまんま残ってみんな残ってくれるのが一番やけど、ね、もう今朝からいきなり出やがっとったけどね、そうね、今朝から出やがっとだけど、もうどうしてもね、引っかかるけどやっぱもう本当皆さん、全選手の皆さん残ってください、お願いしますお願いしますはい、ということで、はい、はい、でね、まあちょっと最後にまあ、昨日マシが居酒屋で言ったけど、俺は銀人公メンバーね、ちょっと立派な銀人公メンバーなんで皆さんに言っておきます、お願いします。でちょっと今カメラ持ってもらっとるけど、グッサンもそうなんで、グッサンも、はい、よろしくお願いしますよ、来シーズンもまた、はい、よろしくお願いします、はい、皆さんで、はい、盛り上げていきましょう、サガン鳥栖と、はいはい、じゃあまた来シーズンも皆さんどうぞよろしくお願いします、よろしくお願いします、それじゃあ行きましょうか、おい、行くよ、サガン鳥栖。